今のパウエルに対してストライクゾーンの中で勝負するのはかなり危険ですよね。もう少しこうボール球を出せないと。今日2打点の彦野。打線の中でね、パウエルとヒコロンというのは左側を重視するバッターでしょ。やはり今1塁空いてますから、まあ、一応とすればね、3対0で負けてる状態で来ましたから、はい、少しこう、なんていうの、ストライクゾーンを大きく使ってキャッチャー引っ張らないといけませんよね。今一つこう伊藤の方が集中力ないですよ。大下さんが一つ川又左バッターを外すのには成功したんだけど、この後がとおっしゃってましたが、ちょっと旗色悪いです ね。本当に気持ちが乗ってこそ初めて進行を発揮するタイプのピッチャーだと僕は思うんですね。そういった意味でこういったケースで投げるのが最近特になかっただけにね。ルメンドはおっとこれは微妙ですよね。非常に難しい判定になる、バットですね。先日のセリーグの理事会では頭への投球は故意過失を問わず即退場という取り決めになったわけですが、今日のプレートアンパイアは福井審判。難しいですよね。今の確かに頭の上へ来てますからね。しかし今の福井さんのジェスチャーっていうんですか、はい、この後のね、確かにこの頭のところね、これ当たってない、危ないですけども、その後の指示が早かったですね。まずこういう時は審判の指示がね、そうです、はっきり適切なね、迅速じゃないと、迅速でないとね。彦野をいかに抑えるかということを考えると ね、内角とか使わないわけにはいかない。結局この回パウエルのタイムリーヒットでさらに1点を追加して4対0になっています。まあ、しかしここは伊藤の何て言いますかね、我慢強さでしょうね。あっさりしないことですよ。出してしまいました。それを福井審判がおいおい違うぞ、スリーボールだぞということで呼び止めまして戻ってまいりました。ボールカウントは2ストライク3ボールです。頭の近く来た後の2球ですけども、外に変化球投げましたね。僕はその時の彦野の、ね、見逃し方っていうのを、いかにも彦野っていう選手は気が強い選手だなというのをすごく感じるんですね。普通のバッターだったら、ね、若干腰を引き気味になるんだけども、本当この選手は向かっていってますよね。それ見ても変ですね。なるほどね、この辺はもうボール以外その目つきでもですね、やっぱ実はドラゴンズ戦にもうかれこれ5年間勝ち星がないんですね。で実は自分はなんとなくサインというか、まあ、握りを見られているような気がしてということで、グローブを1センチほど去年より大きくしているんですよ。控えてしまいました。今日は一塁側ヤクルト情報はテレビ朝日の松江陽一郎記者、そして三塁側中日情報は名古屋テレビ小島和弘アナウンサーが入れてくれます。ということをヤクルトが相手のチームのことを研究してるか分かりますよね。研究してるだけで自分のこともこう心配になってきますよね。ショートゴロ。